横浜総英大学は、神奈川県横浜市緑区美保町一に本部を置く、日本の私立大学である。2012年に設置された。学校法人、堀井学園により運営されている日本の4年生、私立大学。2011年10月24日に設置認可され、2012年4月に、開校した。なお、これに伴い、 横浜総英短期大学の学生募集は停止される。横浜市緑区美保町、新井春市民の森に隣接。同じ敷地に横浜水量中学校、高等学校がある。横浜総英大学開学の2012年4月に制定。シンボルマーク、考えて行動のできる人。横浜総英大学は学生一人数とを大切にし、 論理性と人間性を身につけ、深く考える、職業人育成を基盤とした教育を通じて、幅広い教養と専門能力を育て、人を愛し社会に貢献できる、看護職と保育者を育成することを教育の理念としている。人を理解する力、なぜと、だからを探す力、専門的に対応、実践する力3つの力を身につけることを共通の学びの基礎とし、 専門的知識を相互に高める。景品高等女学校設立2011.1024横浜総英大学の設置が認可されました。横浜総英大学2012年4月7日閲覧。ありがとうございます。